引っ越しした家。住んでから私と父は首のない人の夢を何度も見た。父は寝てる時、カーテンの隙間から首だけの変なものを見た。外出中の兄の部屋からはドンドンと響く音やミシミシ移動する音、そして数年後兄はその部屋で首をつって死んだ。そしたら兄の部屋から変な音が消えた。